皆さんこんにちは、マナブです。あのアンハイザーショットね、全体のフォームをちょっとまあ見たい人もいるかなと思って、投げようと思います。でパター、ミッドレンジ、フェアウェイドライバーのめちゃくちゃオーバーなやつを投げながらアンハイザーを投げてみましょう。距離はねやっぱ35メートルぐらい。今日は風がほとんどありません。でゴールが今見えてて、手前に見えてるやつとその奥に見えてるゴールに対して、その奥の方に向かってアンハイザーを投げていきます。でね、パターが2枚とこのミッドレンジのこのすごい左に曲がるやつで、これでねすごいオーバーなやつね、6枚投げてみましょう。まあ参考にしてみてください。頑張らなくても曲がりますからね、上手に体を使えばね。それをちょっと皆さん見てください。いきますね。まあ、あれはよく見る動きですね。じゃあ次これね。ミスりました。はい、じゃああとこれね。はい、皆さんいかがだったでしょうか。まあ短い距離であったらどんなディスクでもアンハイでまず投げれます。でやっぱりその体の硬さとか筋力のなさがあるから、あーオーバーなディスクが投げられないっていう風に、思ってる人、実はそんなことがありません。 35m の範囲であればどんな人が投げたとしても、アンハイザーっていうのはちゃんとした投げ方ができれば、誰でもどんなディスクでアンハイザーを投げれますってことをちょっとこの動画で言いたかったので、皆さんちょっと興味深い動画だったかなと思うので、まあこういうものがあるよっていうのをちょっと皆さん知っとくと、まあディスクで右に曲げることもできるし、自分の技術で右に曲げることもできますので、皆さん上手になりましょうということで、以上です。ではまた。